涙腺崩壊涙なしでは見られない闘病中のキャプテンに対するチームの行動。ガンで闘病中のキャプテンマーカス・ハーマンさんのためにスタッフ、選手全員が頭を剃る。キャプテンのイニシャルのタブーを掘った選手も。あかん、これは泣いてまう。これはやばい、泣いた。これ系毎回見たら泣いちゃうから、そろそろ涙腺枯れそう。年なのか最近こういうの本当に涙腺くる。ああ、朝から泣いた。こういう優しさ好き。昔大久保嘉人もやってたよな、家族で。キャプテンの名前のタブー入れるあたり、本当に愛されてるんだなって思う。泣けた。勝手一部に上がってほしい。キャプテンの涙が全てを物語ってる。マジで涙止まらん。優しいチームメイトとスタッフ、歓喜してほしいです。完全に涙腺崩壊しました。